はパレル・ウィリアムスでハッピー、今年のグラミー賞で最優秀プロデューサー賞そうなんですね、あーちゃんさんいるらしくて、グラミー賞その関連作品を含む4部門で受賞しているすごいヒップホッパーのことイケメンなあ、イケメンなんですね、すごい、でも本当聞いてて元気が出てハッピーになりますね。そうですね、では、はい、お魚のプロさかなくんとお送りしております、はい、あーちゃんのただただラジオが好きじゃけん前半はお魚の魅力聞いてきましたが、はい、ありがとうございます。後半も行きたいと思います。はい、お願いいたします。今まであった中で、はい、一番嬉しかったお魚は何ですか。はあ、そうなんですね、これはもうそうですね、もう一匹一匹のお魚見るともうギャギャギャ嬉しいってですね、あーそっか、もう最高の幸せに、毎回嬉しいんですね。そうなんです、なのでどれも一番って感じではあるんですけど、でも初めて石垣フグというフグに会った時には、いやーこれこのお目目の透き通った美しさですね、お目目がですね、ビー玉のような、なんていうか水晶のような輝きでキラキラしてる、もう吸い込まれるような感じに陥りました。もうこれは真正面からの、そうなんです、そのお魚さんなんですけど、はい、ヒレが横に真横にあって、はい、で目が飛び出ててトゲトゲがある。そうなんです、これがあの泳いでる、わー生、はい、うわーすごい、石垣フグ、ハリセンボン、ネズミフグってあのフグの仲間が好きなんですね。あ、これハリセンボン、ハリセンボン針が出てない状態初めて見ました。普段穏やかな時はあのこの仲間針は出してないんですね、透明なんですねヒレが、はい、でこの石垣フグちゃん、あの一緒に今水槽の中にいるんですけど、一緒にっていうかさかなクンと一緒に暮らしてるんですけど、さかなクンも水槽の中にいることになっちゃった、ギャギャギャ時々入るんですけど、チャップなんて入るんですか、はい、面白いのがですね、頭の上にお魚が乗っかんです、平べったいんでチョコーンって、でなんていうか乗り物のようにお魚が上に乗っかって、これはオキゴンベっていう魚なんですけど、オキゴンベ、オキゴンベ、ゴンベってすごいですね、はい、人の名前みたい、人の名前みたいですね、オレンジ色の小さなお魚で、はい、背中盛り上がって可愛いんですね、これが、あ、これはなんかあの勘違いしてるってことですか。いや多分ですね、あ、なんか乗っかったら楽しそうだなって、オキゴンベはですね、オキゴンベはですねあの好奇心がいっぱいなので、海の中潜ってても人に近づいてきたりぐらいなので、性格も分かるんですね。だから多分石垣フグちゃんを見ると、うわー、あの上乗っかってスイスイしたいなーって、ね、多分気圧の感じですね、その石垣フグさんは乗ってても別に、そうなんですよ、なんとも思わず、いや、あれは言ってますね、あ、じゃあおっとりした性格なんですね。そうなんです、もうおっとりした感じが好きですね、でもこの石垣フグちゃんにどうしても会いたいと思って、勇者の船乗せていただいて、来る日も来る日も漁船に乗って、あ、今日もいない、この日もいない、会えないんだ、そうところが、いたーっていうその感動的なところを書いてみました。はい、あ、さかなクン泣いてる。そうなんです、もう嬉しくてですね。ですね、もう海に飛び込む勢いでですね、あれまさか大変、もうわっと手伸ばして、あの網で作ってしまうと、網の目で体が傷んでしまうことあるんで、そうなんですね、手のひらで優しくこうお腹からこうすくうように、手で拾う、そうそう、傷が少ないんですね、優しく、じゃあ結構小さいお魚なんですね、大きいと60センチぐらいなんですけど、そんなにある、この時会えた石垣ウグちゃんは23センチ、320グラムでした。わずか1年で23センチが32センチ、640グラムになっちゃいました、はい、ああなるほど、そうなんです、じゃあ、私お魚初心者なんで、あのお魚初心者の私がこれだけは押さえておいたらいいよっていうお魚教えてもらえますか。いっぱいいますね、これだけは。でもやっぱり海の中でたくさんの群れを作ってるイワシちゃんですね、イワシちゃん、これはですね、背中が青くてお腹が銀色、背が青いですので、青魚、あるいは青背魚って呼ばれますね。で、この背中の青い理由って、あーちゃんわかりますか？なんだろう、海が青いから？あ、本当？あーちゃんさん、本当ですか？そうなんですよ。実はですね、イワシちゃんにとって怖い敵って、上からの敵、鳥さんなんです。食べられちゃうんだ、上から。そうなんです。カモメさんや海猫さんに見つかったら、ドキャーって食べられちゃうんですね、へー、
ひょへーひょへーですね。だから、うん、鳥さんになるべく気づかれまいと、うん、海のような青色に背中がなってます。なるほど。で、お腹のこの銀色っていうのは、うん、太陽の光、そのお日様の光に照らされた水面の輝きに見事に溶け込む眩しい銀なんですね。なるほど。この銀によって、うん、マグロや、カツオ、あとはイルカさんなどに気づかれないようにしてるんですね、うん、なるほど。身を守るためにこの色になってるんですね。そうなんです。そりゃすごいや、はい、これがイワシちゃん、あとはアジさん、うん、サンマさん、うん、トビウオちゃん、うん、そういったその青い魚の秘密だったんですね、色の秘密。じゃあもし、はい、イワシさんとかそのサンマさんとかがいる海がエメラルドグリーンだったら、そしたら体もエメラルドグリーンになるんですかね。さすがちゃん様ですね。実はですね、沖縄のエメラルドグリーンの、うんうんうん、エメラルドグリーンって言ったら、いや間違っちゃったじゃないですか。エメラルドグリーンのですね、うん、あの美しい海には、うん、まさにエメラルドグリーンに輝くスズメダイの仲間がいっぱい群れをなしてるんですね。あ、はい、あ、じゃあそういう体の色した魚の方が生きられたりする、はい、あ、そうですね。だから青い背中の魚でも、うん、みんな本当の青かというと、実はよく見ると、うん、マイワシとかマサバの場合、イワシやサバの場合はちょっと緑色がかってるんですね。あれちょっと緑色がかってるっていうのは、沿岸、要するに岸に近い海は川から運ばれてくる栄養、そして太陽の光がさんさんと浴びますので、植物プランクトンという植物のプランクトンがうわーっといるんですね。ちょっと植物プランクトンの色って緑ですので、水面は青緑色なんですね。だからイワシやサバは背中の色はちょっと緑がかった青なんです。なるほど、はい、でよりもっと沖の方に行くと、うんうん、背中がですね、うん、青黒くなるカツオやマグロ、カツオさんやマグロさんは背中が青黒いんですよ。黒黒と、そうですよね、黒いイメージなんですけど、ちょっと青がかってるんですね。青がかった黒、黒潮の色っていうかですね、ちょっと沖の方ですと暗い青ですので、はい、濃い青っていうんですか、はい、じゃあそれに合わせて生きていけるように、はい、そうなんですね、変身してるんですね。そういうことなってるね。そうなんです、はい、さかなクンにとって、はい、やっぱお魚が好きだと大事になっちゃって、はい、食べるのがかわいそうって思っちゃうのかなって思ってたんですけど、そうですよね、そうなんです。実はですね、もうなんでさかなクンは魚好き好きって言ってあんなに美味しそうに食べるのとか、なんで魚が好きなのにいっぱい食べちゃうんだってやっぱ言われるんですけど、うん、でもですね、泳いでるお魚とか、うん、そのキラキラ生きてるお魚を見ると愛おしくなるんですね、うん、これはもちろん綺麗だな、かっこいいな、たくましいな、一生懸命だなって、うん、そういう感動いただけるんですけど、でも、うん、ヨイさんが朝3時とか4時とか、うん、ものすごい早い時間に、うん、あの沖に出て、うん、荒波の中に、うん、お仕事をされて、はい、取ったお魚っていうのはキラキラ輝いて、あ、そういう光景を見ると、もうお魚っていうのは漁師さんがこうやって、うん、ものすごく朝からお仕事されて取ってきてくださる、うん、そしてお魚は身をもってその栄養と美味しさをこうやって届けてくださるっていうことを知ると、うん、これはもう感謝してありがたくいただかなければ、うん、まさに骨まで愛していただきますっていう、そういう感じですね。じゃあ骨まで食べるんですか。骨も骨せんべいとかでいただいてます。カリカリですね。はい。愛してるとその尊敬から来て、でもかわいそうだから食べないんじゃなくって、うん、ちゃんと感謝していただくんですね。ありがたくいただくところですね。だからましてもう残したらこれはバチ当たりですね。あ、なるほど、うん、じゃあ何一つ残さず、はい、食べるんですね。はい、あー、もうね、喋ってると止まらないんですけども、そろそろお時間となってしまいました。ギョギョギョ、まだ話したい。そうなんです。ちょっとまだいっぱいあるので、はい、来週も来ていただけますか。よろしいんですか。あ、ぜひ。やったー、それでは来週も伺います。ギョギョ、よろしくお願いします。ごめんなさい、マイク何回も当たらない。ラジオ慣れしてなくてごめんなさい、ね、いや、ありがとうございます。じゃあ来週もよろしくお願いします。お願いいたします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございます。ギョギョギョ。したのは私の選曲で、愛子さんで初恋でした。
この曲はね本当に私が初めて歌をねすごい好きだなって思えた曲でもあって、まあ私さかなクンが大好きなので初恋にさせてもらいました。今週のあーちゃんのただただラジオが好きじゃけん、いかがでしたでしょうか。今日はお魚のプロさかなクンに来ていただいて、私の人生の憧れの人といいますか、目標といいますか、やっぱり一つのことに誰よりも詳しいっていうことって本当にかっこいいなと思っていて、私も何かそういうことを見つけたいなというふうに思っているので、はい、とても貴重な時間でした。また来週も聞けます。ではね、さかなクンにね、私以外にも皆さんまだなんか聞きたいこととか、あったらぜひメールをください。すべての宛先はこちらです。あーちゃんアットマークスノーバードドット JP、 A-CHAN アットマーク SNOWBIRD ドット JP となっています。よろしくお願いします。そして私たちパフュームのお知らせです。4月の8日から NHK ドラマ10サイレントプアの主題歌になっています。曲はね Hold Your Hand っていう新曲なんですけれども、とってもねハーモニーが素敵な曲なので、これはぜひドラマとともに愛していただけたら嬉しいです。そして4月の9日、去年行ったドームライブの DVD ブルーレイが発売中です。これはね Perfume Post Tour in Dome Level 3っていうタイトルなんですけども、昨年大阪と東京と4日間やったドームライブなんですけど、まあねやっぱり広くってね、ドームのその立ってたとはいえね、3年前にでもやっぱり圧倒されてね、すごく貴重な体験でした。DVD ぜひご覧になってください。というわけで、あーちゃんのただただラジオが好きじゃけん、お相手はパフュームのあーちゃんでした。ほいじゃまたねー。